ザンツークーニャン、中国西南地区チベット族の民間舞踊です。チベットの平均海抜はおよそ4000メートル以上と山々に囲まれた高山地方で、チベット仏教の青、黄色、白、赤、緑の五色に染められた布祈祷旗が有名で、チベット仏教の神言や祈りの言葉が書かれています。また風になびくたびに読経したことにもなるとも信じられています。本日の舞踊はそこに住む娘たちを表現した舞踊です。衣装の中にもこの祈祷旗の五色の色が散りばめられていますので、どうぞ衣装にも注目しながらご覧ください。踊り手は中学2年生郭美さん、唐成文さん、中学1年生森下舞さん、蔡真理香さん、小学6年生翔礼金さん、小学5年生蔡沢也さん、張信玄さん、小学4年生増田心音さんです。それでは神戸中華同文学校民族舞踏部の皆さんです。Thank you.
中華道文学校民族舞踏部の皆さんに改めて大きな拍手をお送りください。いかがでしたでしょうか。